世界最強の名を欲しいままにしていたサンボ。しかし彼の前に現れたサンボそっくりなライバル、ヨンボ。サンボのクローンであるヨンボを追い、サンボはサンボクローン工場へとたどり着いたのである。サンボさん、やっぱりここで間違いないです。サンボさんのクローン人間を製造していました。やっぱりそうか。じゃあここの工場爆弾仕掛けてぶっ飛ばすぞ。やってやりましょうよ。まあな、ここまで手伝ってくれてありがとうな。いえ。お前は今日からは俺の内子だ。本当ですか？だから全力で守ってやるから、それは安心しろ。僕も頑張ります。行きましょう。行くか。よしよし、爆弾設置完了です。 OK か。はい、これで3分後に爆破しますと。よし、ここからあとは俺が逃げるだけだな。はい、行きましょう。ただちょっとここまですんなり行くと逆に不気味だよな。そうですね。製造完了です。やあ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 、サンボたち。誰だ？君たちは今管理室にいるね。え？今逃げられない状況になっているぞ。今から向かうからちょっと待ってなさい。やっと会えたね。やあ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 。誰だお前？俺の名前は山口。山口？山口？ガチのサンボじゃないですか。ガチのサンボ？いや、マジのサンボのマジの山口ですよ。マジの山口？どういうの？お前は俺の名前を使いすぎた。悪評がひどいんだよ、ヨンボ。あいつらを闇に葬ってしまえ。おい、お前だけでももう逃げろ。サンボさんも一緒に行きましょうよ。いや、俺は大丈夫だから、とりあえず逃げろ。お前は絶対絶対生きてくださいよ。足りねえだろ。絶対生きて戻って犬屋さんの要するハイエナしましょうね。さあ、ゴスルーからだよ。サンボさん。すいません。はい、どうされました？あの、この台、はい、ずっと空のペットボトルを置いて、あ、はい、誰も打ってないんでちょっと確認してもらっていいですか？あ、承知いたしました。はい、だよ、もう犬夜叉のゴスル誰が取ってんだよこれ。すいませんお客様、はい、こちらの台ですけども、こちらのお客様が取っていたみたいで。え？あっ！